どうも、小林源五郎です。中野です。よろしくお願いします。お願いします。そしてカメラもやってくださっているのは杖さんです。杖です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、これ小部屋なんですけども、はい、ですね、これからお花見を、お家でやろう、お家お花見をやろうという企画がこの後あるんですが、はい、その前にですね、はい、お花見のお弁当を作らなきゃ始まらないということで、はいはい、この3人でお花見のお弁当を作っていきたいと思います。うん、よっしゃー。その様子を小部屋でちょっと、はい、撮っていこうかなという。はい。やっていきたいんですが。さあ、お花見弁当で、はい、まあ言ったら家事作ファミリーもすごい多いし、はい、あとはまあおじさんグループも、はい、食べるということで、そうなんですよ、結構な量を作らないとね。結構な量を買い出ししましたんで、はい、もう本当余ってもいいぐらいの形でいっぱい作っていこうと思いますね。はい。で、どういうメニューを考えてるの、今は。まあ子供たち大好き、唐揚げだったりだったりとか、はい、だったりだったり。だったりだったりだったら、まあ、あとおにぎりですね。はい。なんかこう、色とりどりの、うん、あのおにぎりができたらいいなと思ってるのと、はい、あとサンドイッチだったり。うんうん。あとちょっとなんですけど、ちょっとこの、はいはい、ポテトサラダとかも作ろうかなと。ああ、いいですね、ポテトサラダ。はい、先にちょっとこう処理をしていた。はいはいはい。プラス、うん、杖さんのクリスピーポークも今回入れさせてもらっていただこうと。ありがとうございます。おうちバイキングに続き大好評でしたから。はい。本当にね、当時がめちゃくちゃ気に入ってくれて。そうなんですよ。今回ちょっと味のね、グレードも上げてきたんで、僕は。はい。で、あと、お重なんですけども、はいはい。杖さんいいですか。はいはい。こちらでございますね。わあ、しっかりしたな。ちゃんとした三段重、はい。めちゃくちゃしっかりしてる。はい、今回これかける2、6段。わあ、6段分結構だと思うよ。お弁当を作ろうと思っているので、はい、たくさんこう敷き詰まるぐらいに、はい、おかずをいっぱい入れていきたいと思います。はい、僕もどうですか。はい、僕もですね、はい、前回のバイキング同様、はい、全力でサポートしようと思います。はい。でもこれ本当中野くんがいないと、うん、もう手際っていうの成り立たないんで。はい。で、まあ、杖さんもカメラマンやっていただくんですけど、うん、代わり代わりでちょっと、はいはいはい、しながらって形でやっていきたいと思いますので、はい、それでは参りましょうか。はい。じゃあ、行きます。はい。せーの、お願いします。さあ、中野くんは今あの、おかかの、うん、おにぎりを、おかかのおにぎり、はい、いいね、はいはいはい、めっちゃいい香りしますよ。匂いするね。おかかって絶対美味しいですもんね。もういるよね、おかかのおにぎりは絶対に、はい、おかかはもう、まあ、外せない一品になります。外せないよね。外せないですね。絶対にね。おかかなくしてお花見なんて考えられないですね。おかか。ちなみに他どんなのあれ用意するんですか、おにぎりは。他はまたあと梅じそと鮭を、うん、あ、わあ、はい、華やかにね、いいですね、色とりどりになるね、色がもう鮮やかになるの。その中で一番好きなのはおかか。おかか好きやな。おかか好きやな。おかか好きっすね。もうちょっと中野君頑張って握っていってね。はい。さあ、土橋君は。はい、ちょうど今こう温度がいい感じになったので、うん、はいはい、ちょっと唐揚げを、うん、あ、いいですね。はい、唐揚げいいやん。はい。絶対いいよな。そう、揚げたても美味しいですけど、うん、ちょっとお弁当に入ってちょっと旬としたやつも美味しいので。わかる。はい。俺好きやった、すごい。サリでございますよ。いや、これは前日につけてたの、ひょっとして。あ、1、2時間くらい前につけて。いいよ。そこはもう前日で、前日でって、実は僕、はい、前日から頑張って仕込んでたんですって言ったらいい。これは前日から。そうですよ、もう味しみしみでございますよ。つえさん。めっちゃ嘘ついてるやん。もうめちゃめちゃ量用意したんで、うんうん、まあね、子供たち絶対食べるからね、はい、これうわ、あ、結構大きいね。いいでしょ、うん、すごい、うまそう。この段階で食べたいですもん、僕。かん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 、ちゃんと揚げて。そうですね、鶏は火通さないと、うん、ちょっと第1弾の、はいはい、唐揚げ、はい、いきたいと思います。お願いします。あー、うまそう。うわ、あ、すごいいい音鳴ってるわ。おお、あのもうすでにもう、うんうん、いい香りがするね。はい、あー、これ出来上がり楽しみやな。それ第一はこんな感じで食べ、はいはい、ていきたいと思いますよ。よっしゃー、よっしゃー、うまいの、お願いします。さあ、おにぎりどうですか。はい、もうかなりいい感じに今こうもうじゅうじゅうにお重の中に、あー、すごいすごいすごい、ね、美味しそう、はい、いいですね、はい、子供たちでも食べやすい人とか小さめにしながら整えていきたいと思います、うん、はい、あ、
はい、いい感じ。今ちょうどこう2度揚げをして、ほうほうほう、揚げてるところですね。これで完成でございますよ、大事な。美味しそう、美味しそう。はい、はい、ということで山盛り唐揚げ完成しました。すごい、こんだけ量あったらもうみんないっぱい食べると思う。いや、いけるいけるいける。はい、じゃあこれをそのお順にちょっと引き詰めていきたいと思います。どんな感じで引き詰めるの？まずですね、これちょっとアルミ、うん、をちょっと敷きまして、アルミ敷くんや。はい、でちょっと彩りも欲しいので、はいはい、こんな感じでちょっと端は、なるほどね、はい、彩り大事やもんね、結構ね。そうそう、まあ、これちょっと緑があるだけでも、うんうん、だいぶいい感じになる。はい、あ、もうガン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 入れてっちゃいますよ。はい、わあ、これ1個入れちゃいますかね、お重。そうなったらもうそうなったでそれはそれですごいけどね。はい確か赤いのちょっと欲しいですね。欲しいね、トマトかなんか。すごいわ。確かにここにちょっとこう、うん、ミニトマトがこう添えてあるとだいぶ華やかに見えるかもしれないですね。はい、ということで、はい、とりあえず一重カラオケで生まれました。はい、はい、じゃあですね、はい、スンのクリスピーフレンドポーク、これなんですよ。はい、やっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。もう一度仕込んできました。ありがとうございます。今回はしっかりも味がね、またリニューアルされてかなり、あ、そうなんですか、美味しい感じになってると思いますよ。みんなが、いや、いい感じ、おいしいって言ってくれたらいいな。本当においしいんですよ。僕も大好きですから。ありがとう。やっぱ最初食べた時の衝撃結構ありましたからね。あ、ほんまに？なんかありそうでなかったっすよね。なんか確かにね、なんかあの食感とあの、うん、香ばしさっていうか、これは結構ね、やばいぞこれ。どうしました？油が強すぎたかも。あれあれ、これ前回も同じこと思ったんじゃないですか。先生、あれもうやばい、衣に火がもうまた黒くなってる。嘘だろ。これなんか同じ光景バイキングの時もちょっと見ましたけど、先生さん、やばいやばい、ちょっと一回出すね。はい、ちょっと油を、ね、ちょっと温度下げようかな。温度下げましょうか。ちょっと油足してやってまたはい、ということで、つえさんちょっと気を取り直して、はい、油の温度ちょっとね、下げまして。下げたんでね。さっきこれ、ちなみにこのだいぶ早く揚げちゃったんですけど、中火大丈夫ですかね。ちょっとこれね、もともと中のお肉は火が通ってるんで。あ、そうなんですね。そうそうそう、あ、なるほど。だから大丈夫。だからもう言ったら、はい、周りの衣をカリカラッと揚げて、はい、まあ中にちょっと熱を入れるぐらいのイメージで。あ、なるほど。そうそうそう。あ、じゃあ大丈夫ですね。そう、大丈夫。今度はじゃあいい感じに。頼むわ。はい、やっぱね、小麦色が見たいですから。怖いなぁ動きが行き早くなりましたけどちょっと怖いから。ほんまはというか、まあ、高温で揚げたいのは揚げたいのよ。はい、その方がカリッとなるから。ただ、はい、やっぱ油のね、バランスが、はい、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じかも。やっぱいつもやってるフライヤーとまたちょっとね、勝手が違かったりしますけどね。そう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 。はい、今度どうでしょうか。ちょっと待って、それは違うぞ。これは違う。こっちの方は、あ、いいですね。うん、カラッといい感じの色に上がって、あ、美味しそう。あ、これですよ、つねさん、この色ですよ。はい、これなんですよ。あ、いいじゃないですか。全然違う、全然違うよじゃあこんな感じでちょっと揚げていきましょう。はい、はい、じゃあ、はい、今からクリスピーポークちょっと食べやすいように、これね、はい、ちっちゃくして、これを今から、はい、あ、いいじゃないですか。美味しそうに揚げ、やっぱこれ断面がいいっすね。肉肉しくて、肉肉しいよね。はい、これがうまいんすよ。ちょっとね、どんな感じでいきますか。どうしようかな、はい、またこれ唐揚げみたいに抹茶茶になる可能性が確かにあるから、はい、やっぱこんだけ人数がいるから、はい、でもこれぐらいは必要だろうなと思って、こんだけ。そうです ね、はい、一回詰めるだけ詰めてみようか。なるほど、はい、さあ、こんだけ敷き詰めたらこんな感じに、ね、はい、なったんで。いい感じですね、だいぶボリューミーで、ね、このトマト入れるだけでだいぶ見栄えが、はい、で、あとはこのピックを刺していってと、5本ぐらい刺して、はい、よし、
はい、先生。ここ、子供たち喜びそうですね。はい、こんな感じで。はい。完成でございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、どうしくん、今はこれは、はい、何を作ってるんですか？ポテトサラダを。ポテトサラダ。はい。あ、じゃがいもさ、ふかしてたね。はい。ふかしたじゃがいも、こっち潰していきたいと思います。はあ、はあ、なるほど。そうそう。これね、僕、あの、実家でよく作ってたんですよ。え、そうなの？はい。この芋ふかしてたら。ってことは、はい。これ、土橋家のポテトサラダみたいなもの。そうですね。すごいやん。ポテトサラダは、うん、まあシンプルですけど、キュウリと人参が入ってるっていう。はい、うん、まあ、俺の家もそうやったかも。はい。シンプルな。でも結構、ね、なんか大きめの人参とね、キュウリで。はい、ゴロッとした感じで。あ、ってことは、その、芋もちょっとだいぶ粗い感じにするイメージ。そうなんですけど、うん、うちの、あの母親がマヨネーズがめちゃめちゃ好きで、はいはいはい、結構ね、あの歯ごたえはあるんですけど、うん、そのマヨネーズのクリーミーさが、はいはい、残る感じのが結構多かったかもしれないですね。なるほど。ということはもう、土橋家のポテトサラダが今日食べれるってことやね。そうなんですよ。まあ、楽しい。子供たち、かんちゃんがちょっとマヨネーズに感じだったかな。あ、そうなんや。確かね、そんな感じだったと思うんで。なるほど。まあ、ちょっとぜひ、あのバランス見ながら、はい、作っていきたいと思います。はい、はい。中野くん。あれ、何してた。ちょっとツイッター見てました。すいません。ちょっと今、土橋くん、頑張って作ってるけど、はい、あ、ちょっとあの、役割分担ということで、うん、ちょっと土橋さんが料理をしてる間は僕がツイッターと。いや、何の役割よそれ。ツイッターの役割って。すいません、ちょっとすぐ手伝います。お願いしますよ、サボらないで。はい。ちなみに、何エゴサしてたの？あ、はい、あのショーンの自由時間でエゴサしてました。仕事してください。すいません。はい。あ、これさっき、すごい、これ作ってみたアスパラと豚のアスパラ豚巻きですね。アスパラ豚巻き。アスパラ豚巻きです。めちゃくちゃいい匂いするし、これめちゃくちゃでかいやん。そうなんですよ、もうちょっとボリューミーにアスパラと豚バラを入れた感じ。めっちゃうまそう。これはいい。これはそうですね、これちょっと切った断面もちょっと緑で映えるかなと思います。確かに、はい、すごい。しかもこれ、はい、エビフライめちゃくちゃでかいやん。エビフライももういいやつです。はい、ねえ、まだまだ追加も揚げてますんで。揚げてるんや。はい、ちょっとこんな感じで。いやー、もうだいぶ整ってきたんで。確かにね。はい、もうちょっとですね。うん、はい、はい、ということで、はい、お花イベント完成いたしました。イエーイ、すごい。いやー、ね、これはなかなかよくできたと思いますけど、いかがでしょうか。はい、いやー、すごいよ、うん、これ。まあ量をさることながら、うん、やっぱこう一個一個もね、手作りのもの多いですから、うん、で常さんのクリスピーフォークも入ったりとかして、はい、でもちょっとこの男子チーム、裏方チームでやったので、うんうん、やっぱこう彩りとかね、そういうの結構悩みましたね。悩んだね。はい。もう最初もう抹茶色でしたから。確かに抹茶色だった。抹茶色だった、ね、急遽プチトマトでごまかして、はいはい、入れたりとかね、うん、おにぎりの色味もちょっと華やかな方が具がいいんじゃないかみたいなの変えたりとかして、はい、なんとか間に合いました。よかったです。ありがとうございました、本当に。いや、ありがとうございました。本当によく皆さんで、できてよかったなと思います。はい、ありがとうございます。はい、でこの後、うん、本番迎えておりますので、はい、どんな、ね、顔で入ってくるか楽しみですね。そうですね、まここから飾り付けも頑張って、はい、このイベントも食べて楽しい撮影したいと思います。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。